大ちゃんも好きやけど、はい、浜崎、はい、さんとかも浜崎あゆみ千葉のマクドーリーで、はい、で、まあ、ギビアさんダメと仲いいから、はい、千葉だ浜崎あゆみとかじゃあ仲いいんですか絶対嘘もう絶対嘘や浜崎あゆみと仲いいらしいんですけどもう絶対嘘やもんわかるもんそれはでももうちょっと微妙な嘘ついてないとさそれは10代とか20代のあの子が売れるまでは子供の時に遊んでた20代でも10代の時だからそういう時に子供の時に遊んでたじゃあもちろん仲いいってことはやっぱ電話番号ぐらいは知ってますよね LINE とか前のでもずっと前だからもう前の知ってるぞ千葉ってわかりましたちょっと千葉って何気に、はい、千葉のマクドーリーっていうのは、はい、そういう子たちが行ってみんな遊んだのいやいやそちらが KGB ってやって、はい、やっぱそういう子たちがうちらで脅威持ってくるんですよあもうむしろ浜崎あゆみの方からまあでナンパとかしてこうやって、まあ、でも浜崎あゆみに内藤豊さん知ってますかって聞いたらもちろん知ってますかいや覚えてないんじゃないですか10代の時に遊んだのそれ仲いいって言わない気がするんですけどそれを覚えてもないような状況で知り合った仲いいっていうふうにおっしゃってたって知り合ったでも菅野美穂さんあでも浜崎さんとはカラオケとか行ってましたね若い子一緒にですか一緒に一番マックが浜崎あゆみとカラオケでその時からじゃあ歌うまいなみたいに思ったんですかやけにこいつ歌えるなみたいな歌うまい歌が声が高い、うん、で、まあ、言っちゃっていいのかな言っちゃいましょうよもう全部マクロ話はい好きめでしたいや本当に好きめでしたかこれ言っちゃっていいのかな言っちゃいましょうここまで行ったら行きましょうあれ待ってくださいいいですか本当話はい本当話はいお世話になってますどこでたってことですかでもすごい浜崎あゆみが千葉や皆さんすごい大規模な嘘きました浜崎あゆみ大聞いたことあるらしいですマジ訴えられたらやばいなぜよ、なぜよ、真顔でこれ、名誉マジでこれ、チートすかこれ、名誉毀損だぞ、これ名誉毀損浜崎あゆみ訴えられたって言ってスケベでしたとか言ってるなんでそんなこと言うんですか、マジでよくないよマジで嘘って言ってますけど最後に何かあった時に謝罪しますでも抱いたんですよね、まあ、でも10代ですよまだ言うかどうですか気持ちよかったですかいやそれは浜崎あゆみのテクニックどうでした浜テク締まりが良かった締まりが良かった